40型潜水空母は、大日本帝国海軍の潜水空母の艦級、零式小型水上偵察機を搭載する潜水空母である。巡戦を継がた改め一とも。本艦級の潜水艦は、以後第40潜水艦から以後第45潜水艦までの6隻が1943年から1944年にかけて巡航し、太平洋戦争で全艦潜没した。 設計は、25型潜水艦を引き継いだもので、作敵や輸送任務に従事した。E5 第41潜水艦は、米系巡洋艦レノの撃破。E5 第45潜水艦は、米護衛駆逐艦、エバーソールを撃沈している。1941年のマル級計画において、計画番号 S37 バイトとして6隻、計画された。オツ型潜水艦の改良型で、 量産のため主機を純線3型と同じカンポ本ン式1号項10型ディーゼル2機とした。そのため出力が低下、排水量が若干増加し、速力が0.1ノットほど低下した。また兵型の丸球級計画艦と同様に内角板を DS 項から南航に変更している。回転搭載艦に改装された以後第44潜水艦は、 他のオツ型の回転搭載艦と同様の改装を行ったと推定される。1945年4月に撮影された写真からは、艦尾の14センチメートル砲の撤去と艦首の航空兵装の撤去、22号電炭の装備などが確認される。竣工したイ、e、4 0型潜水艦は、訓練部隊である第11潜水船隊に編入されて、訓練の後、イ、e、4 0は、 第2潜水隊に、その他の艦は、第15潜水隊に編入された。ウィキメディアコモンズには、イオン中型潜水艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。